Hey guys! 今回も YouTube Bass Lesson Let's Play That Bassline シリーズを見ていただきありがとうございます。このシリーズでは私が有名なベースラインをトランスクライブして1分間にアレンジしたベースラインを紹介しています。今週は80年代のポップ&ソウルシンガージェフリー・オーズボンからグルービースアップベースラインを1曲選びました。 With that said, Let's Play That Bassline。その陣です。 Welcome to Jin's Bass Studio。 このチャンネルは皆さんのベースギタープレイをレベルアップさせることが目的です。ベースレッスンからギアリビュー、ベースギターのことに関しては幅広く紹介していきますので、ベースギターに心を奪われている方は Please slap that like button and チャンネル登録よろしくお願いします。今週は1982年にリリースされたアルバム Jeffrey Osborne by Jeffrey Osborne から Who You Talking To を1分間にアレンジしました。それと皆さんのためにも練習用にフレーズを3つに分けた動画も用意しています。 So please stay in tune for that guys。 皆さん、ジェフリー・オズボーンといえばバンド LTD ですが、彼は1980年に LTD を一度脱退し、ソロ活動を1982年に始めています。ソロ活動を始めるにあたって LTD を抜けたことにより法的な問題で彼は1年間ほど音楽活動ができなかったそうです。ですがレコード会社 A&M とのサインが決まり次第、I really don't need no light, On the wings of love といったヒット作を瞬く間に出しています。詳しい内容はディスクリプションにリンクを載せておきますので、興味がある方はご覧ください。ジェフリー・オズボーンのデビューアルバムですが、プロデューサーはなんとジョージ・デュークで、ベーシストは大物揃いですよ。ルイス・ジョンソン、エイブラハム・ラボリオン、それと今回の Who You Talking To を担当したラリー・グラムです。前回の動画でラリー・グラムの部屋をLet's Play That Bassline シリーズ風にアレンジとレッスンを行いました。これからもラリー・グラムのベースラインを教えていくので期待してください。では今週も皆さんが今回のベースラインを学べるようにスローテンポでレコーディングしたショートフレーズエクササイズもちゃんと用意してあります。ぜひこのエクササイズ参考にして練習に役立ててください。Alright, let's jump into that video!5フレットでの演奏は左手の忍耐力がとても必要ですよね。スローテンポでの練習は忍耐力を身につけるにはとてもいい練習法です。ちなみに皆さん、まだテンポが速いと感じる方は右下のセッティングでプレイスピードを遅くしてみていただければ練習に役立ちます。今週も毎日30分練習して弾けるように頑張ってください。では皆さん、今回も同様にベースラインを練習する上で私が大事だと思う3つのアドバイスを紹介していきたいと思います。アドバイスその1、タイムの練習を怠らないようにする。こちらはものすごく大事ですね、皆さん。
Who You Talking To でラリーはひたすらほぼ同じグルーヴを演奏しています。80年代に特有なアレンジですよね。このようなベースラインを単体でグルーヴさせるには自分のタイムがまさにデッドオンでないと話になりません。日頃のタイムの練習はプロへの第一歩ですよ皆さん。常にメトロノームをかけながら練習していきましょう。アドバイスその2、サムのサウンドをできるだけ均一に保つ。スラップベースラインを演奏するなら常にサムのサウンドが均一になるように努力していきましょう。他の演奏法とは違い、サムの音は親指のどこで弦を叩くかで随分音が変わります。普段の演奏やライブでは気づかなくてもスラップの演奏をレコーディングすれば音の違いは目立ちます。自分のサムのサウンドが均一になるようにサムの練習を怠らないようにしましょう。アドバイスその3、忍耐力を身につける。今回のベースラインは最初の5フレットでほとんど演奏されています。もう今回のベースラインに挑戦した方ならわかると思いますが、最初の5フレットでの演奏は非常に左手が疲れます。今回のベースラインはたったの1分ですが、本番は2分から3分の間最初の5フレットで演奏することがあります。その上でグルーヴを崩さず演奏するには忍耐力は自分が思ってる以上に必要です。プロを目指すなら1時間のライブを休憩なしで演奏できるくらいの忍耐力を身につけておきましょう。この3点は今回のベースラインを学ぶ上で大切な要素だと思います。時間をかけて1音1音妥協せず練習してください。 You got this。 皆さん、今回も動画を最後まで見ていただきありがとうございます。無駄なところをできるだけ省いて簡潔的にレッスンを行っているので、もしコメントがある方はぜひコメント欄にコメントの方をよろしくお願いします。 I will try to get back to you the best I can. Thanks for the support. どんどん新しい動画を出していきますので、楽しんでいただけた方はチャンネル登録といいねボタン、それとベルを押してください。 So YouTube does its magic to share my videos to other bass players around the world. Alright, ではまた次回の動画でお会いしましょう。 Play the bass. See you next time.